ってことでね、明けましておめでとうございます、えー、今日は友達とね、ゲーム巡り特にこのね、ゲオ巡りに来てまーす今回のね、セールのポイントはですね、えー、1480円以下の中古ゲームソフト3本以上購入することで全商品半額さらにね、これがメインでしょう今回も出ました 全機種対象、中国ゲーム機本体が2000円オフってことでね、2180円以下の商品は180円になるってことで、ここら辺をちょっとね、気にして、今日はね、あのゲオめぐりしております。途中ね、駿河屋さんや、えー、ハードオフなんかもちょっと回ってたんですけども、今回もうゲオメインで行っております。友達の方はね、本当にいい商品を買えてね、今日は1月1日なんでこんな感じですね。 すごい私としてはね、羨ましい限りです。ゲーム本体もそうですし、ゲーム、ゲームもね、安いのを買えてたんで、とてもね、あのー、見てて羨ましくて、えー、スマホなんかも売ってますね。だから私もね、その後、今日ゲオは5 6店舗ぐらいちょっと行ってるんですけども、なかなかね、私の方は購入したかった。今回はね、あ購入したかった商品がない。 今回はね、えっと、ちょっとでかい画面でやりたかったんで、DS だとか、DSI、こちらの LL サイズのやつね、画面が大きいやつ。そういうのをね、そういうのをちょっと探してたんですね、本体引き。で、実際ね、Wii U だとかもね、最安値で6000円ぐらいかな、割引きいて。 6000円でそうでもないかもしんないんですけど、えー、ハードオフなんかでジャンク系を購入するんであればギオの方はね状態もいいですし保証も効いてますのでかなりお安くね状態のいい商品を購入できるっていうところがあるんでねそういった意味で私そういうまあ携帯ゲーム機に限らずねまあ i i ーもあればいいかなぐらいの感じ ビータなんかもね、あのー、これだと9800円なんですけども、いろいろアダプターなしとかだとね、いろんなあの安い本体出てますので、とても気になっていてねで、そこら辺をちょっと探してたんですけども、今回その5、6点いってる中ではね、ちょっと正直今のところ出会っておりません。今日はね、もうだいぶ日も時間も経っちゃって、今3時、4時ぐらいなのかな、この後いけるゲオといったら、 数件、1件、2件ぐらいが限界かなという感じではあるんですけども何かね、私も購入品があれば購入できる商品があれば購入したかったなと思ってます本当はね、ショベルナイト 3DS のショベルナイトっていうゲームがね、えー、キュッパチなんですね、今中古で。前回もちょっと お話ししたんですけどもそのゲームが欲しくてねそれも探してたんですけどもその56件行ったゲオには1個もなくてやっぱりね、あのー、一つ置いてある店舗があるんですけどもそこに行かないとないかなとそしてそんだけないんだからもう今日1月1日過ぎちゃぎこれを過ぎようとしてるんでねひょっとしたらもう売れちゃってる可能性もあるんですけどもちょっとねまた明日以降どうなるか分かんないんですけどまだゲオ ゲオはねいっぱいお店あるんでそこら辺あのー、探してみてね私もねいろいろこのゲオ祭りに参加したいなとは思っておりますまたね、えー、後日、えー、ゲ,ームショーゲーム購入すればねそこら辺の紹介もしていきたいななんて思っておりますとりあえず今日はねこのあと、えー、メガドンキとねこちら小島電機があるんですけども えー、小島電機の方うで、ねえー、ゲーム関連も売ってますのでそこら辺ですねゲーム関連、トミカ関連あとは家電なんかでも、えー、福袋があればそれを見てこようかななんて思ってますそれと一緒でねこちらのメガドンキドンキホーテさんでももちろんゲームもおもちゃも取り扱ってますのでそちらの方、他にねに福袋関連ちょっと見ていければいいなと思っております、はいえー、それでは、ね、ご視聴の方ありがとうございました Continue.